構成させていただきます。さくらです。超トーク超刺身、僕たちが超中大イエーイ。やったスイート今回のことはですね、ロエ君と私八代奈々の刺しトークでございます。かしこまるとちょっと難しそうだなと思って、でそしてですね、さくらちゃんがこちらの違うモニターで私たちの写真投稿を見てくれてます。はい、副音声させていただきます。さくらです。イエイエイ。でなんかトークテーマがこのように用意されてて、結構な枚数であるんだけど、まあ、話に困ったらこちらのトークテーマを必殺技として使おうかなって思って。え、バンバン使っていこう。え、バンバン使おう。バンバン使おう。死ぬ最強。いや楽しみっていう企画でございます。え、一瞬だけティッシュいいですか？はい、ということで、はい、1問目。はい、初めて会った時の印象は、これなんですけど、さっき言い答えいいですか、言って。いやもう話したくなっちゃった。え、なんかヤシロって最初めっちゃガードが大変だよ。そう、なんかめっちゃガードっていうか、なんか壁やばいの。壁やばかったね。なんか最初あそこだったんだけど、車メーカーと超重大でコラボのイベントがあったので、ね、それで初めてヤシロナナっていう生物にお会いして、それでなんか、あ、この人がヤシロナナって人かと思って、でなんかその場が結構初心者、ロイが初見の人ばっかりで結構緊張してたの。でそれでなんか友達作りたいなと思って、でなんか謎の絡みしちゃったんだよね。その緊張でなんか空回りしちゃって、なんかヤシロがやっぱギャルじゃん、だからさメイク動画多いわけじゃん。だからロイがこうやって会場から控室に戻ってきた時に、ヤシロもちょうど一緒のタイミングだったから、これちょっと絡もうと思って、このメイク道具いっぱいあったから、え、すごいねメイク道具いっぱいあるねとか言って、そしたらヤシロ鬼冷たい、なんかうんなんかこいつ誰っていうオーラがすごくて、あ、いやこいつダメだと思って、これでダメ、友達になれないわと思って最初。こんな話なかなか聞けない。なんで急に仲良くなったんだっけ。多分超重大のこの収録とかが重なって、そっか、これか、超重大チャンネルで、ね、なんかちょっと面白いやつじゃんって思ってな、なんかで、それで仲良くなろうって思った、うん。それまでほんとに夏希はほんとに鉄壁の側だったよね。なんか初めての純子すぎて、このロイ君っていうキャラクターがだから慣れないと思って、最初はうるさいなって思ってた。え、そう思ってた。もうなんか普通に怒りの汗が重いっていう感じだった。もうロイと一緒にいる時ずっと怒ってたよね。怒ってはないけど、なんでこんなうるさいんだろうな。メイコンの感じ。だけど、最近になってめっちゃさ増えたの。なんか苦手だなとかマイナスなところから入ってくる人に限ってめちゃくちゃ仲良くなる。超重大な話したよね。それだっていう話したよね。ロイ君の椅子の曲がり方、興奮した時だけ上がるの。だけどめちゃくちゃ面白い人だったから、あ、楽しいなと思って。え、待って、うちらにこいつは。あ、撮りましょう、写真撮ろう。撮りましょう。イエーイ。最高。撮ります。いいね、トークテーマあるの。いいね。え、てか、なんかさ、今ちょっと思ってたんだけどさ、なんかグータンヌーボっぽくない？あ、グータンヌーボの、なんか私の恋愛かも。なんか、みなみ、田中みなみ。それ僕一回やってみよう。やってみる。我らのグータンヌーボ。あ、じゃあ、グータンヌーボっぽくやってみます。こういう一番のやつは、こちらのですね。やめよう。え、っていうか、毎日がエブリデイ。エブリデイ、そう、メモリー。そうだよね。え、てかね、マリア本当に鬼電話してるから。ね、鬼電話してるよね。めっちゃ仲いい。あ、え、ロイは多分自粛中の自粛期間中だったじゃん。私も今言おうとしたんですよ。え、だよね。そうそう。いや、ともにや。いや。で、自粛中はマジで毎日のように鬼電話して。で、毎日のように荒野行動して。荒野行動した。最近してなくない？してない。え、しない、もう。ね、しない。しないの？なんで？荒野行動は、ほら、いろんな人ともやったじゃん、うちら。あ、やった。そうそうそう。グループとかも作っ
作ったよね、LINE の。え、だから普通に、はじめまして。朝の5時ぐらい、朝方までやってたんだよ。で、私は欲しいもマグマグ食べながら。え、てかこの人はマジで、どんなに盛り上がってても、どんなに集中してても、すぐ寝れるの。あ、そうそうそう。そう、だから、こういう行動で、もう一番、もう一番、ババ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 バ、すっごいもう、激戦の地域にいる時でも、なんか、やしろやしろやしろって言って、5回ぐらい行ったら、今バリバリ銃撃戦起きてるからみたいな、そんな全然聞くかもしれない。しかもこれ押しちゃってる、押しながらこれ、だから壁とか優しすぎるんだよ。だから、あの、寝たいって言えば言えないんだよね。あ、言えない、言えないんだよね。夏希はそう優しいから、そう寝たいとかも言えないから、だから、え、次のさ、あのゲームやりたいみたいな、次の試合行くみたいなって言ったら、なんか、うんうんみたいな、やろうよとか言って、なんか全然絶対起きてない。もうなんか、え、つか、なんでなんか、いいよやろうって言って、おー、音楽流れたもんね、全然いない。はぁ、てか、後ろなんだっけ、温泉にやってる、うまいよ、鬼にやってる。はい、お互いが直してほしいところは、え、最初はあった、あの、で、夏希はすごいいろいろ壁を作ってて、で、その壁がだんだんなくなってきて、あ、仲良くなってきたなっていう時に、あの、あ、ちょっと待って、今日の長寿大の、あの YouTube の撮影でめっちゃ仲良くなったから、今度遊びに行ったりとかできるかもって思って LINE とかするじゃん、うん、なんか、え、今日お疲れみたいな、え、遊びに行こうみたいに言って、なんか一週間無得マジで、うんうんうん、してたね。そう、それでなんか、死んだみたいな死んだって送ったら、あ、ごめんごめんみたいなそう、てか、だから、あ、めっちゃギャルじゃんって思った、帰ってこないのが。でも、そうじゃなくて、ギャルだから帰ってこないんじゃなくて、ただ仲良くなってないからなんだなっていうのに今気づいた。あ、今だったらめっちゃ早く帰ってくる。あ、確かに、返すか、うん、あ、そういう性格だ。そう、だから最初は、あ、ギャルってこういうもんなんだって思ってた。あ、なんか情熱大陸を見てるような気持ちですね、こちらとしては。てかさ、LINE 下手だよね。え、言われない、めっちゃ LINE 下手って何？え、なんか違う人と LINE してるみたいってなるの、言われるの。え、そう、そう、なんか喋ってる時違う、そうそうそう、喋ってる時って違うから、もうそれは友達、女友達なの、めちゃくちゃ言われる。なんか、やだって、LINE めっちゃ冷たくないとか、めちゃくちゃなんか7じゃないよねみたいな、違う人が打ってるみたいな。あの、夏希が、まあ、ちょっと気になってるかなみたいな人の話をしてたので、なんか、あの、もちろん誰かは言わないけど、なんかちょっと恋愛の話になって、それで、え、待って、これ LINE どうやって送ればいいかなみたいな、で、それでなんか、え、ちょっととりあえず今送ってるやつ見せてみたら、スクショ見たら、みょーんの思い出は、お、
それはちょっと濃厚ですね、話の話題。やっぱロイは部活かな、水部かな、なつきは。え、これ小中高だから、え、1個ずつでいいの？あ、どっちも。小学校はね、あ、1年から6年までずっと恋愛してた。違うの、学内ごとで違う人。死ぬ。え、1年生あ、好き、2年生また別の人が好き、3年生また別、4年別。あ、でめっちゃ恋愛体質だった。恋愛体質だった。もう恋愛しかしなかった気がする。今も変わってない。そうかな。3年生、4年生の時が一番楽しかった。4年生なんで？好きな人がもうピーク時に好きだった。好きな人が本当に好きだったの。めっちゃってこと感じかな。あの席が、まあ、な、何両思いか両思いじゃないかの境目みたいな。あー、そうなった。え、急に何別名？そうそうそう、好きな人にあだ名をつけちゃう時期。あ、何消しゴムはとか。あとか、あの給食食べる時にさ、机をこうやって横にするじゃん。あのさ、バナナを下に引いて食べるので、うちら。あ、ちょっと待って、ラッチャー。それを地味に近づけて食べるみたいな。とか、椅子を近づけて食べるとか。食べるかわいい。そういうことしてたり、好きな人はこういう風に座り方してきたら、キュン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 してた。待って、乙女無理よ、乙女。はい、好きなタイプは、好きなタイプで、ロイは、あの、もうブリッコ。そんなで、ブリッコ、まあ、でもエサネカさんが好きなんですけど、なんか天然で、ブリッコ、ブリッコみたいな人が、いや、なんかもう、あ、もう、あ、もう、もう、いや、なんか、すごいマジで、でも、でも全然マジ好きになって。なんかその、そういう人ってモテますよね。なんかその女の人が多分なんかその本気出したらもう多分もう全然無理って感じ。なんかルイはなんかそのブリブリしてる人とか、なんか普通になんか素直に、あ、もうブリッコしてんなっていう認識あるんだよ。あ、この人めっちゃブリッコしてるじゃんって思うんだけど、でもなんか普通に可愛いからオッケーみたいな。いやーってなっちゃう。ブリッコって例えば。すごいあざとい人ってもう好きになっちゃう。あざといってちゃんと頭で分かってるんだけど、かわいい。まあ結構男の子ってそういうことね。そうそう、あ、ブリッコ初めて聞いたよ。むしろあれかと思った、無理かと思った。うん、一緒、ちょっとブリッコ無理とか言いそうだった。いや、そんなことない。なんかぽいじゃん。なんかどちらかっていうとなんか女友達も多いし、なんか普通にその人そうじゃないって話すんだけど、でもなんだかんだブリッコもこっちに来たら、あざといのがこっちに、うんうん、あえて破壊光線とかになって持ってかれちゃうんだ。あざといかクールだったらあざといがいいんだ。何？あざといかクールだったらあざといがいいんだ。なんか、え、でも今まで好きになった人はクールだった。でしょ、絶対そうでしょ。だってあざといなんて、だからアイシャ・ハルコさんも、え、天然な人好きなの。あ、天然が好きなの。で、夏希もバカじゃん。あ、バカ。だからなんかそういう人が楽しいから。あ、そういうことね。夏木も始まったのめっちゃ全然いいじゃん。うちの好きなタイプは、うん、え、なんだろう、高身長。もうさ、分かるからさ、ずっとさ、もう死ぬほど聞いてるからさ、もう好きなタイプ分かるんだよ。え、多分ね、更新されてるか。一重だよね、一重。一重で、黒肌じゃない。黒肌じゃなくなった。黒肌じゃない。黒肌じゃない。なんか当てはまってる、もしかして誰かに当てはめてる？で、あとは肩幅広い人。肩幅広い人、あと違うの、違うの、あ、誠実な人。いや、うん、大事。なんか紳士的みたいな。でもね、この人もめっちゃちょろい。もうマジで。もう夏希ちょっとでも、なんかちょっとなんか多分もうドア開けた時好きなみたいな。ああ。頭いい人。うん、なんか知識ある人増えるし。いやもうさ、こういうさ、女の子。なんかさ、普通にさ、なんか男の人がさ、なんか自慢げにみんな言いたいじゃん。なんか、あ、それはね、あ、なんか TPP っていうのはみたいな。そういうのを話したい男の人多いから、夏希、でも変わんないって言ったら、もう絶対みんな、あ、それはね。なんかさ、需要と供給がマッチしてる、マジで。そうだ、そうだ。あ、でもそういうの楽しいかもしれない。でもあれだけど、なんかちゃんとさ、なんか、
ちょっと天然でなんかちょっとおバカな割にはなんか知ろうとするさ意欲めっちゃ、あ、知ろうとする意欲はめっちゃ、え、だからマジで需要と供給をマッチしてる。あ、本当、うん、だからなんか映像系がいいかもしれない。ちょっと違う違う違う、映像系ノートとテキストブックとか買ってやるより、うん、映像見て学びたいなみたいな。あ、 YouTube とか。いや、 YouTube もめんどくさいのよね。なんかつけてそのまんまにしとく。テレビ、え、何を言ってるの？待って、分かんない。そういうのが見れてすごい光栄でした。どういう場合ですか？てか、このトークテーマがあったから救われた。私もそれ大好きなんです。え、さくらちゃん考えたのに。いや、違うんですよ。なんか違うんですけど、なんかあの、ね、なえちゃんとあのサシトークしてもらった時に、これ役だって、もうこれがないと多分シーン、ね、シーンだよね。シーンしかないので、はい、え、これめっちゃ世界的に導入してほしくなる。世界的に、ね、確かに、たくさん神、ね、神。いつもめっちゃ話してると思いきや、なんか、え、みたいな。意外と知らないこと。ブリッコが一番、え、私、え、私もうブリッコとか嫌いとか言う方、そうそうそう、え、ブリッコとか本当無理みたいな、うん、だからファンのみんな、多分みんなブリッコになるよ、これから。うん、最高。最高。どうすんの？